じめまして、インターン生の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。本日は、乙女コンテンツというのを題材として記事を書かせていただきます。今ではゲームから広がり、漫画、アニメ、舞台、ライブなど、幅広く展開されている乙女コンテンツなんですけれども、そんな中から今回ご紹介するのは乙女とから出されている白桜記です。こちらは幕末新選組をメインとした恋愛アドベンチャーゲームとなっています。アニメもやっており、舞台も展開されていて、新作の公開も間近に迫っております。この作品の魅力は時代の雰囲気を壊さない色使い、サイドの低い色使いをしていたり、レトロな雰囲気を出していたりと、グラフィックがとても綺麗になっています。さらに、史実はとても忠実になっていた史実がとても忠実なストーリーとなっていて、中にもフィクションを混ぜることによって、現実世界とのギャップを曖昧にし、作品に深く入り込めることがポイントとなっています。詳しくは記事本文もぜひご覧ください。以上になります。ありがとうございました。